皆さんこんばんは。1ヶ月ぶりのジェフタマです。早いもので2007年も残すところあと2週間となりましたが、いかがお過ごしでしょうか。さあ、シーズンはと言いますと、鹿島アントラーズがまさかの逆転優勝、そして我らがジェフは13位という結果で終わりました。シーズンが終わってね、ちょっと寂しい気もしますけれども、今月もジェフの魅力盛りだくさんでお伝えしていきます。さあ、番組一緒に進めてくださるのは、先月はいらっしゃいませんでしたが、今月は帰ってきてくれました、志賀さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。志賀さん、シーズン早かったですね。そうですね、あっという間でしたね特に6連勝したね、秋から本当に早かったですね、はい。まあ、残念ながら13位っていう順位でしたが、まあ、来年こそ一つでも二つでも上に行きたいと改めて思いましたね。もう今から来年に期待しちゃいますよね。そうですね、頑張っていきたいと思います。さあ、それではですね、先月の放送以降行われました2試合を志賀さんと一緒に振り返っていきましょう。まずは11月24日第33節アウェーでのエスパルス戦です。私もこの日初めて日本平に行ってきました。サポーターの皆さんも大勢来てましたね。たくさん来てましたね。そしてそのサポーターの思いに応えたのか、開始早々の3分でした。羽生選手の右コーナーキックに合わせたのは牧選手です。ちょうど牧選手が下がりながら打った形なんですけど、マークが、ね、ついてなくて、見事なダイレクトボレーシュートでしたね。そうですよね、綺麗な右足のシュートでした。開始早々もう待望の先制点。そうですね、いい形でゲーム進められるかなと思っていたんですけどね。ですがその後前半18分、斉藤選手退場となりまして、はい、1人少ない状態、さらに2点を許し、後半は2対1で入ります。そして後半19分でした。相手ボールをカットしたジョルジェビッチ選手、右足で蹴ったボールがそのまま入っちゃいましたね。70メートル、ほぼ70メートルですね。バッた瞬間もシュートを狙っていたんですよね。もう一瞬現場で見ていて、何が起こったのか。そうですね、センタリングかと私も思いました。私も誰にパスしたんだろうと思ったんですけれどもね。ただ相手のゴールキーパーはちょうどね、太陽が低い位置にあって、非常にボールが見づらかったってことを逆に利用したね、見事なシュートでしたね。狙いすました同点弾ということで、この試合2対2アウェーで貴重な勝ち点1をゲットしました。さあ、そして12月1日最終節、ホームでの名古屋グランパス8戦です。今シーズン最後のゲームということで、しかもホームということですのでね、絶対に勝ちたい試合ですよね。そうですね、うん。さあ、そして選手入場の時にはご覧ください、スタジアムが黄色と緑に染まって、ゴール裏にはハートマークとオンリー千葉の文字が、これ感動しましたね。そうですね、最終戦には本当に、ね、ありがたい応援ですよね。そのサポーターの思いに何としても応えたい。前半11分、水野選手のフリーキック、惜しかったですね、だからと思ったんですけどね。まあ、狙い通りのキックだったと思いますけどね、キーパーは見事な反応でしたね。はい、その後果敢にゴール狙いますが、前半は0対0で折り返します。そして後半17分、羽生選手から牧選手、最後は山岸選手、ちょっとねうまくね当たらなかったですね、悔しいですね。山岸選手相当悔しそうですよね。さあ、そしてその直後でした。後半18分に名古屋の小川選手に入れられ、1対0、先制点を許してしまいます。さあ、そしてその4分後、今度は玉田選手に入れられて2対0、ジェフ2点を追う形となりますね。ちょっと両方の得点ともね、若干あのリズムがね、あのずれた感じのね、あの微妙な感じのシュートだったんですけどね、残念ですね。その後もね、工藤選手も一生懸命狙うんですけれども、なかなかゴールは遠くて、結局この試合は0対2、最後の試合だったんですが、白星で飾ることはできませんでした。そして試合の後、セレモニーが行われました。シーズン振り返ってみまして、時にはキャプテンを務めたこともありましたが、シーズン振り返っていかがでしょうか。
いや、まあ、苦しいシーズンでしたけど、やっぱりキャプテンも任されて、まあ、そういう中でもサポーターの力がなかったらここまでできなかったと思うので、まあ、そこはすごく感謝したいです。来シーズンに向けてサポーターの皆さんにメッセージを一言お願いします。まあ、これだけ苦しいシーズンを送ったので、来年はもっともっと上を目指して、まあ、指導日からしっかり取り組んでいきたいと思います。来シーズンへのご自分の課題はどんなところにありますか？まあ、もちろんね、今年とか去年みたいにね、ずっと試合に出るっていうことはもちろん、あとは本当に個人的なパフォーマンスのところでも、今年度よりかはいい結果を残したいと思うし、やっぱりね、J1 で戦ってる以上優勝を目指してやるっていうことも頭の中に入れながらはやりたいと思ってますけど、まあ、僕個人としては試合にたくさん出れて、まあ、楽しい充実した1年でした。まあ、でもまだまだ改善するところもありますし、まあ、チームとして結果が出ないと、まあ、すごい悔しいんで、まあ、まだまだこれから頑張っていきたいです。サポーターの皆さんに来シーズンに向けてメッセージお願いします。今年は残念な結果に終わってしまったんで、来年はスタートダッシュできるようにしっかり準備して頑張るんで、また応援よろしくお願いします。そうですね、まあ、本当にどんなに、ね、負けても応援して見に来てくれた人たちに本当に感謝してますし、まあ、申し訳なさもいっぱいですけど、とにかく、まあ、一人一人が、ね、これから課題を挙げてもっともっと上手くなって、ね、チームとしても強くなれればいいと思いますし、それをしなければいけないと思うので、これからもよろしくお願いします。来シーズンにつながる収穫としてはどんなことがありましたでしょうか？そうですね、まあ、若い選手も出てきますし、まあ、攻撃の部分ではいい場面も結構あったんで、まあ、その辺はつなげていければ、まあ、守備はもっと修正できればと思います。最後に来シーズンに向けてサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。今シーズンはなかなかいい結果が出せませんでしたが、来シーズンまた頑張りますので応援よろしくお願いします。